はい、皆さんどうもこんにちは、クロスです。今回は2023年4月4日に発表された羽田空港アクセス線について紹介したいと思います。で、まあ今回その羽田空港アクセス線の東山手ルートが今回本格的な工事になるということでプレスリリースが発表されました。まあまず、この羽田空港アクセス線についてね、まあ簡単な説明をしたいと思います。まあこの羽田空港アクセス線というのは、東京駅とかその辺の都心から羽田空港へ乗り換えなしで行けるという路線を、まあ、作ろうというわけなんですけども、まあ今回東山手ルートっていうものが、一番早く本格的な工事になるということなんですけども、他にはですね、西山手ルート、それと臨海部ルートっていうのがございます。まあ、この3つですね、西山手、東山手、臨海部、この3つがすべて羽田空港アクセス線という、まあ、名称になっているんですけども、まあ、今回は東山手ルートが、まあ、工事をするということで、まあ、残りの西山手ルートと臨海部ルートに関しては、まあ、ちょっと難しいところがあるのかな。特に臨海部ルートに関しては、東京臨海高速鉄道臨海線という、まあ、JR と別のね、まあ、会社が運営しているところがあって、まあ、そこがどうにかならないと多分できないなと思っております。まあそのうち多分臨海線あたりもなんか変わるんじゃないかなって思ってます。で、まあちょっと全然関係ない話なんですけども、現在この動画撮っての深夜1時なんですよね。めちゃくちゃ眠くて、ろれつが回ってないっていうか、頭の中の言語がちゃんと整ってない状態で喋ってるので、たまにちょっと言語がおかしい部分があると思うんですけども、まあそこはちょっと一つどうか眠いんだなっていうふうに思っていただければなと思います。よろしくお願いいたします。まあ、というわけでここからはですね、その羽田空港アクセス線の、まあ、プレスリリースの部分を読んでいこうと思います。羽田空港アクセス線の本格的な工事に着手しますと、JR 東日本は既存の鉄道ネットワークを活用し、多方面からの羽田空港へのダイレクトアクセスを実現する羽田空港アクセス線の計画を推進しています。本計画ルートのうち、東山手ルートにおける鉄道施設変更認可を2023年1月31日付、アクセス新線における工事施行認可を2023年3月24日付で国土交通省より受けました。東山手ルート及びアクセス新線を整備することにより、宇都宮線、高崎線、常磐線方面から羽田空港へのダイレクトアクセスが実現し、東京駅からは約18分で到着することが可能となります。東山手ルート及びアクセス新線における工事の起工式を6月に行い、本格的な工事に着手し、2031年度の開業を目指します。羽田空港アクセス線の意義。本構想は2016年4月の交通政策審議会答申第198号、東京圏における今後の都市鉄道の在り方についてにおいて、国際競争力の強化に資する鉄道ネットワークプロジェクトに位置づけられ、インバウンド需要のさらなる拡大など首都空港として重要性が高まる羽田空港の機能強化にも大きく寄与する計画です。はい、まあこんな感じにですね、右側にはその西山手ルート、東山手ルート、臨海部ルート、そしてアクセス新線の、まあ、地図とか出てます。まあこういう感じにですね、新しいものが、まあ、羽田空港の方に、まあ、できるというふうになっております。はい、続きましてはですね、東山手ルートおよびアクセス新線の計画概要です。羽田空港アクセス線のうち、今回着手する東山手ルート及びアクセス新線は、現在休止している大潮線の橋梁や高架線などの既存ストックを有効活用し、東京駅と羽田空港の直結、宇都宮線、高崎線、常磐線方面からの所要時間短縮や乗り換え解消、低減など広範なエリアからの空港アクセスを改善します。東京駅から羽田空港へは、現在鉄道を利用した場合30分程度要するところ、
乗り換えなく約18分で到着することが可能となります。はい、この部分にですね、まあ、新しく、その羽田空港アクセス線がね、まあ、できるということなんですけども、まあ、かなり上の東京新橋と、まあ、その辺から、まあ、羽田空港へ乗り換えなしで行けて、しかも今まで30分程度かかっていたのが、まあ、18分程度になるということで、まあ、かなりのね、まあ、利便性向上というふうにはなるんじゃないかなと思います。まあその一方言われてるのは、まあそうすると東京モノレールはどうなるんだみたいな話あるんですけども、個人的には東京モノレールは多分そのまま残すじゃないかなっていうふうに思ってます。廃線はないと思います。でまあこちらにはですね、東山手ルートおよびアクセス新線の工事概要が載っております。まあこういうルートで通りますよっていうのが載っております。詳しく見たい方はですね、 JR 東日本の公式プレスリリースをご覧ください。でこちらが東海道線の接続区間と大塩線の改修区間の説明です。東海道線接続区間は多摩地域の東京型にある山手線引上線を撤去し、山手線外回り、京浜東北線南行、東海道線上りを順次移設して東海道線上下間にスペースを確保します。そのスペースを用いて改作トンネルやシールドトンネルを構築することで東海道線と大塩線が接続する線路を敷設します。大塩線改修区間は1998年より鉄道事業を休止している大塩線の橋梁や高架橋などの既存ストックを有効活用し、土木、軌道、電気の各設備について健全度を調査した上で必要な改修や改良を実施します。でまあこんな感じに下に図が載っておりますので、詳しく見たい方は一時停止するか公式のプレスリリースの方をご覧ください。東京貨物ターミナル内改良区間につきましては、東京貨物ターミナル内に JR 東日本が保有している用地を用いて羽田空港アクセス線の運行に必要となる車両留置線や保守基地線を整備します。はい、こちらもですね、先ほどと同じように図が載っておりますので、まあ、見たい方は一時停止するか公式のプレスリリースの方をご覧ください。続きましてアクセス新線の区間になります。アクセス新線の区間は東京貨物ターミナルから公共施設、道路、運河の下を通過するルートで、最大深度約50メートル、延長約 4.2 キロの伏線シールドトンネルを構築し、羽田空港新駅に至る新たな線路を敷設します。続きまして羽田空港新駅についてです。羽田空港新駅については第1旅客ターミナルと第2旅客ターミナルの間の空港構内の道路の下に、最大で12メートル、幅が12メートル、延長が約310メートルの、島式一面二線のホームを有する地下駅を設置するそうです。ホームは地下1階の高さであり、第2旅客ターミナルへ高低差なく移動することが可能となります。なお空港島内のシールドトンネル、改作トンネルは国土交通省が空港整備事業で整備する予定です。はい、というわけでその文書の下にですね、まあ駅がどういう位置にできるかっていう図が載っております。まあこんな感じに羽田空港の、まあ、近くの真下あたりにできるって感じなんでね、まあ今後どうなるか楽しみですね。詳しく見たい方は、一時停止で見るか公式のプレスリリースの方をご覧ください。はい、でその下にですね、工事の項目と工事の概要が載っております。こちらも見たい方は一時停止をするか公式プレスリリースの方をご覧ください。はい、というわけで、羽田空港アクセス線について、まあ、軽くざっと、見ていきました。まあ、今回は東山手ルートが工事になるということで、まあ、今後西山手ルート、臨海部ルートに動きはあるのか注目です。個人的にはこの羽田空港アクセス線の中で臨海部ルートが特に気になっているところでございます。まあなぜねこの臨海部ルートが気になるかって話なんですけども、実はこの臨海部ルート通るルートっていうのはほとんどが東京臨海高速鉄道臨海線のルートになってるんです。でその臨海線の路線から途中で分岐して羽田空港の方に行くっていうルートになってるんですけども、東京臨海高速鉄道臨海線っていうのは JR の持ち物ではありません。で
新木場駅が起点になってるんですけども、新木場駅には JR 京葉線がございます。でその、ね、JR から JR の路線に行こうとすると、その間の臨海線が、他社の持ち物になりますので、その間の料金はどうなるかっていう話が問題になってて、まあ、未だにですねそこの工事が進んでいないという状況でございます。でまあ正直この東京臨海高速鉄道臨海線の区間はですね、まあ、JR がそういう羽田空港アクセス線というものをやりたいんであれば、臨海ブルーとしてやりたいんであれば、まあ、買収した方が早いとは思うんですけども、まあ、いわゆる東京臨海高速鉄道という会社があるんですけども、あちらって一応持ち物的な東京都の持ち物になります。なので、まあ、東京都と話し合ってると思うんですけども、それでも、まあ、なかなかうまくいかない、買収っていうものもうまくいかないという状況で、まあ、臨海ブルーとはどうなるのかなっていうところでございます。まあ、正直なんか買収した方が絶対早いんですけどね、そういうの作るってなったら、まあ、買収っていうものお金がかかりますし、 JR も簡単にそういうふうにはいけないと思います。なので、まあ、正直多分臨海線っていうものはそのまま残して、うまくその臨海線の間を通る区間の料金をどう取るかっていう方に議論が行くんじゃないかなって思っております。正直新木場駅からいわゆる大崎の方に抜けて、大崎から羽田空港アクセス線に行くっていうルートと、新木場からそのまま直通した臨海線の方からぐるーっと回ってそのまま羽田空港に行くっていうルートもできます。ですので重複する区間が絶対出てくるわけですよね。 JR の区間と JR 臨海線 JR っていう区間が出てきます。ですので、まあちょっといろいろめんどくさい問題が起きているという状況でございます。まあ正直は多分、買収まで行かないで、多分その臨海線の区間通る部分は、まあ、こうしますよみたいな、料金はこうしますよみたいな感じになるんじゃないかなって、個人的な思っております。はい、というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。すいません、ちょっと拙い説明ばかりになってしまったと思うんですけども、まあちょっと個人的にこの羽田空港アクセス線が本格的になるということで、まあ今後どうなっていくか見ものだなっていうふうに思ったので説明をさせていただきました。まあ説明というかプレスリリースの内容を全てずっと読んでいったっていうだけなんですけどもね。まあ、ちょっと気になっている路線だったので紹介させていただきました。もっとね、まあゆっくりちゃんと見たいなっていう方はですね、 JR 東日本の公式プレスリリースの方をご覧ください。というわけでここまでのご視聴ありがとうございました。チャンネル登録高評価よろしくお願いいたします。それと概要欄に Twitter のリンクが貼っておりますので、ぜひよかったらフォローもよろしくお願いいたします。というわけでまた今度。